ベセルパークは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州西部のアレゲニー郡の自治状態にあるボロである。ピッツバーグ市から南西7マイルにあり、同大都市圏に属している。2010年国勢調査で、の人口は32,313人だった。アメリカ合衆国初の武装自動車強盗が起きた場所、ベセルパークとなっている地域は、当初1800年頃に入植され、 まず1866年にベセルタウンシップとして設立された。ベセルパークは1949年3月17日にボロとして法人化され、1978年にはホームルール自治体となった。1927年3月11日、アメリカ合衆国発の武装自動車強盗が起きた。カバーデール鉱山の方向に向かっていたブリンクスのトラックが、 1> 約1マイル手前で攻撃された。ポール・ジャオースキーと、その、フラットヘッド・ギャングが、ダイナマイトで道路を破壊し、鉱山の給与を盗んだ。ベセル・パークは、北緯40度19分38秒成形80度2分15秒、北緯40.32722度成形80.03750度、40.32722マイナス80.03750に位置している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は11.7平方マイルであり、すべて陸地である。平均標高は1197フィートである。ベセルパークは、アレゲニー第一地形区分のピッツバーグ定大地と、ウェインズバーグ丘陵部の境目に位置している。その地域は一時的な小さな支流が、本流の支流に合流する、丁寧に断層ができた場所という特徴がある。 最高地点は、領域の南西部にある、ロッキーリッチであり、標高は1370フィート、最低地点は、パイニーホークとアルシップラン領クリークが合流する、南東隅の標高980フィートである。ベセルパークで露出している岩石は、大半が、砂岩、石灰岩、血岩であり、いくらか石炭層がある。露出岩石の年代は、最低地点に近い場所で、 ペンシルベニア気候機から南部の最高地点に近い場所で、ペルム紀前期である。この堆積岩は、古代海岸線に沿って海面が上がり、降下した時に堆積しており、最後は、アパラチア山脈の形成で隆起された。ベセルパークは、ペンシルベニア紀、モノンガヘラ層によって基礎ができている。モノンガヘラ層は、ユニオンタウン層とその下のピッツバーグ層でできており、その基盤は、 ピッツバーグ石炭鉱脈である。アレゲニー群南部の多くは掘削されており、ペンシルベニア州環境保護省は、ベセルパークのすべてが掘削されたことを示している。地域の一部は、ピッツバーグターミナル第8鉱山によって再興されており、通常エッジ鉱山やカバーデール鉱山と呼ばれた。この鉱山は1920年頃に開削された。 カバーデール鉱山の歴史的な創業はブリッジビル7.5分地形図で明らかである。モンター鉄道の軌道とサウスパーク道路に隣接してマインダンプが見られる。石炭はピッツバーグ石炭鉱脈の傾斜に従って傾いた斜面にアクセスする縦坑で掘削された。斜面の坑道は20世紀初期に柱棒式の広法から生まれた。カバーデール鉱山は閉鎖され、ほとんど 水を入れていない。ベセルパークボロの自治状態は、ボロ政府に通常ある形態よりも、統治権限が大きい。人口を均等に分けた9つの区に区分され、各区からベセルパーク立法委員会の委員を選出し、また、ボロ全体から一人の主張を選出している。市長と立法委員の任期は四年間である。委員は、その代表する区内に居住することを求められている。 ベセルパークの公共教育はベセルパーク教育学区が管轄している。セントトマスモア学校はベセルパーク内にある私立学校であり、ローマカトリック教会ピッツバーグ教区に属し、幼稚園前から8年生までを教えている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ベセルパークはピッツバーグ地域で初のドライブインシアター、サウスパーク、 ドライブインがあった場所でもある。1940年8月27日オープンし、1985年9月1日に閉鎖された。修道88号線沿いで、サウスパークへの入り口の北にあった。サウスパークコモンズ、ジフィリューブ、アービーズがその後に入っている。ありがとうございます。